皆さんこんにちは、安田大サーカス団長安田です。ベータです。いつもはですね、情報ニュースとりどり月金を生放送でお送りしているんですが、その特別編としてお送りするこのつながるエール、今新型コロナウイルスの感染拡大による影響で大変な状況にありますが、そんな中でも自分たちにできることで誰かのために役に立ちたいと頑張っている方がたくさんいらっしゃいます。そんな方々を紹介することで皆さんに元気をお届けできたらなと思っております。今回お話を伺うのは、日本を代表するアウトドアメーカーモンベルの創業者で会長の辰野勇さんでございます。わはい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。モンベルは医療現場で使用される防護服を提供されています。それでは辰野会長、よろしくお願いします。辰野会長はですね、大阪府高市出身で、皆さんご存知アウトドアの総合メーカーモンベルの創業者、ご自身もアイガー北壁日本人第2等するなど日本トップレベルの登山家であり、カヌーイストでもあるんです。僕はですね、見ていただいておりますはいありがとうございます。はい、モンベル大好き芸人そして辰野会長ともね、お食事をさせてもらったり、いろいろお話をさせていただいたりしてるんですが、会長は今どのように過ごされてますか？まあ、毎日、一応ワークデーには会社に出てきて、指示をしてますけど、はい、5月の連休はさすがにステイホーム、久しぶりに片付けごとやっておりました。はい、で、まあ、本業の方はですね、なかなか、はい、全国に緊急事態宣言が発令されて、はい、東京、うん、大阪、もちろんですけど、地方都市のお店も、ほとんどクローズといった形で、正直売り上げは大激減、もう限りなくゼロに近い状態に、はい、なっているわけですけど、モンベルは医療現場で使用される防護服を、提供されているということで、それはどういうものなんでしょうか？そもそも、タイベックっていうアメリカデュポン社が開発した不織布ですね、折らない布っていう紙みたいなもんですけど、でこれは皆さんよくテレビなんかニュースな番組でご覧いただいてる福島の原発事故の現場とか、それから中国とかイタリアのああいう医療現場で使われてる白い服ありますよね。あれが実はタイベックっていう素材なんですけど、でこれをたまたま来年2021年度の春夏物の寝袋スリーピングバッグカバーとして企画デザインしてたもんで、それ用の生地がたまたま備蓄がありましたんで、スリーピングバッグカバーはなくても困る人は少ないけれど、やっぱり今医療現場で困られてる方に使っていただこうということで、急遽その生地を使って、防護服を作ったわけです。これなぜ作ろうと思われたんですか？大阪の住友病院という、病院がありましてね、でここで実は僕はいろいろ治療を受けてる、お世話になってるところなんですけど、はい、ここの前の、はい、院長先生からお電話いただいて、感染者の受け入れ、をやるという流れの中で、いわゆる防護服と医療現場で働く方々の身を守る、そういう、いわばツール、道具が欠乏しているというお話をお聞きして、それですぐさま病院の方にお伺いしましてね、で、その日のうちに実は2つほどサンプルを自分で縫いましてね、自分でですか？はい、それでお持ち、はい、もちろんうちのスタッフの手伝いもしてもらいながら、はい、お持ちした結果ですね、非常に満足いく商品がデザインできたので、現場のお医者さんにも
非常に喜んでいただいてます。はい、あの、はい、着る時は両袖を入れて、まあ、通してあの着て、はい、締める時にあの紐をですねこう引っ張って袈裟掛けにあの後ろ前を縛る、まあ、ちょっとタスキのようになるわけですけど縛った後、はい、でそれであの後ろ側にこう布が重なり合って、気密度を上げるということで、まあ、一人であの着用することができます。まあ、我々今回開発したそのデザインは完全にこう一人で脱ぎ着がそれも安全にできるという、まあ、あのちょっとイメージとしてはね、チベットとかね、あのモンゴルの民族衣装のようなそんなあのイメージのデザインなんです、はい、それからあの脱ぐときはあのその紐をほどけばその紐を持ってスッとこう引っ張ってやればですね、それであの、はい、まあ、脱ぐことができると、着脱が非常に簡単であり、そしてその汚染した布が、はい、ポンチョのようにかぶる場合はその穴から顔を通すときにですね、汚染した部分があの顔を、まあ、要するに接触するという危険があるんで、あくまでそういうことがならないように前にあのスタッと、まあ、脱ぐことができるということで、あの、まあ、安全性が非常に高いということで、まあ、このデザインは実は今までどこでもやってなかったんですけど、あのたまたま今まで医療現場でもないものを作られたってことですか。そうですね、そのデザインのものは我々完全なオリジナルです。やっぱり登山家とか今まで のアウトドアの発想がこう生かされたわけですか。あ、そうですね、まあ45年間登山用具とか、まあ、いわばその緊急事態宣言もしていないところにですね、わざわざ出かけていくじゃないですか、あれ山登りとかそういう危険なところに、はい、まあ、いわば行く、そういう状況の中で、まあまあ、命を守る、そういう、まあ、あのものづくりをずっと45年間やってきたわけでして、あの割とこう 防護服というか防護するということに対する概念は割と、まあ、昔から根付いていたということもありますし、あの、はい、まあ、縫製ですからそんなに難しい作業ではありませんけど、あの、はい、例えば素材とかパターンとかということに関してはやはりそれなりにあのノウハウがないとできなかったものだと思います。はい、これ頭巾なんですけど、こういう素材です。はい、はい、あ、紙のような、そうなんです、ビニールみたいなのをね、はい、想像してましたけど、あのこういうくしゃくしゃってなるで、こういうかぶってですね、あの今防護服かぶった上からこれをですね、これも前で縛れるわけで、でこういうフェイスシールド、これもね、はい、実は準備しましたね。え、それもモンベルで作られたんですか。はい、一応まあモンベル。ね、あ、これあの実は台湾の方のまあ、ゴーグルありますよね、登山用のゴーグル。はい、はい、あれを作ってもらう協力工場でたまたまこれができるということで、あの作ってもらいまして、これもね12,000個、今とりあえず12,000個を、発注して、昨日1500個ほど到着して、これから医療現場に全部これ無償で提供していきます。これすごく無償で提供されてるんですね。はい、あ、もちろん今申し上げたあの防護服も全部無償で、お出してます。はい、医療現場の反応はどうでしたか。いや、もうすごい喜んでくれてますよ。全国に 40〜50箇所の病院からリクエストを受けて、順次出来上がり次第、お送りしてるんですけど、辰野会長はどういう思いからね、こういう活動をしようと思ったんですか。いや、まあよくこれやらしい話、一線の
お金で言うと全然赤字でしょ、これ。いやいや、あの、というかね、本業が全くゼロじゃないですか。はい、本業が全く売り上げの目処が立たない状況の中で、あの、これができたのは実は一つの、あの、仕組みがあって、でこれはもう歴史的にですね、阪神・淡路大震災の頃に遡るんですけど、アウトドア義援隊という、まあ、いわゆるボランティア活動をずっとやらせていただいて、まあ、特に地震とか津波とかああいう自然災害でのアウトドア用品とかアウトドアのテクノロジーっていうのはすごく役に立った。で東日本大震災の時も、おそらく300トンぐらいのいわゆる義援物資をお届けするということをやらせていただいたんですけど、まあ、これ実はあのアウトドア義援隊の資金というのは、まあ、全てあの基金、寄付によってあの賄っています。それとモンベルクラブの会員が今97万人、程度いるんですけど、まあ、この方々からあの年会費1500円いただいてるんですけど、このうちの50円をちょっと横にあのお預かりして、まあ、年間 4,500万円の金額になるんですけど、これをモンベルクラブファンドという位置づけで、まあ、こういう、まあ、緊急事態の被災地とか、まあ、あの障害者の皆さん方への支援とか環境保全とか、まあ、皆さん方のお役に立てていただく資金としてプールしてるんですよね。だから、まあ、こういうお金、会社が赤字になってもあのアウトドア義援隊はちゃんとやっぱり資金がある限りはあの、はい、お仕事ができるというこういう仕組みがあったものですから、最後にですね、辰野会長、番組ご覧の皆さんに一言エールをお願いしていいでしょうか。まあこれはね本当に僕も生まれて初めてというか、まあ、誰も経験したかと思うんですけど、まあ、ここまでの自分自身が被災者になりながらそして誰かを助けていくっていうことだから、今までは自分は割と安全な位置にいて、困った人を助けるっていう、まあ、支援活動でしたけど、今度は自分が困ってる中で困ってる人、さらに困ってる人たちに手を差し伸べる。でお互いにこれ共助と言いますけど、お互いに助け合うというね概念がなかったら、もうこういう状況になったらもう無理ですから。東日本大震災の時にまあ、ボランティアの一人がまあ、もうじっとしてなかなか進まないその復興に苛立ちを見せた時に僕は言ったんですよね。でそのボランティアの人に、我々あなた一人が東日本全部救うことできませんよ、でも一人なら救える、あなた一人が困ってる人に何か手を差し伸べること、これはできますよね。もし一人が一人を助けることができたら、10人いれば10人助けることができるわけです。100人いれば100人助けることができる。一人で何百人何千人助けることができなくても、一人が一人自分にできることを一生懸命考えて、マスク一つ作りにしても何してもいいから、まあ、協力し合うという共助という考え方を他人事ではなくって自分事としてやっぱりまあ捉えて、今後、まあ、今進行形ですけどね、まだおそらくいつかこれ収束すると思うんですけど、まあ、その後に来る来てすっかり喉元過ぎれば暑さ忘れるじゃなくって、しっかりここのところここで起こったことを誰が何をしたかどういう行動をしたかということを頭に焼き付けてですね、次のまあより良い社会を作っていきましょう。まあなんか、はい、メッセージになったかどうか分かりませんけど、はい、思いはいっぱいあります。はい、いや、僕も胸打ちました。ありがとうございます。熱いメッセージをありがとうございました。今日はモンベルの辰野勇会長にお話を伺いました。番組ではこれからもさまざまな国や場所、シーンで明日のため誰かのために頑張っている方々を紹介します。まずは自分のできることから一緒に乗り越えていきましょう。それでは皆さん元気にお過ごしください。ありがとうございました。